私は今マレーシアにいます。何があるかな。カレーがある。あ、すごい。あ、こんなん食べたい。ロテ茶内エビもある。何の動物だろう。あれかな、なんか YouTube 登録。そう、 YouTube にアップしてるけど公開してない。まだプリマカシで、これがロテ茶内。なんかね、本当アメリカとかね、カナダとか思い出すような感じのこの街の作りが綺麗。あ、そうなんだ。後からできた都市みたいな。うん、おお。展望が見え。モスク感。貸し出してくれました。今日はシスター感があるらしい。みんなこうやってやるよね、メガネ。なんか似合わないね、でもね。なんか SF 感もあるし、ああいう広場見るとね、踊りたくなっちゃう。宮殿って感じがするね。アラジン その現代版、なんていうの、人がやってるやつ見て、もうモロッコも超行きたいし、こういうパレスをもう住みたい、走り回りたい。結婚式の広間らしいです。結婚ルール。あ、写真も撮ってもらっていい？オッケー。Okay. Sweet. Good, good. Fish cake. Mi Java は違うの？違う。こういうの食べたら。うん。普通のセットは何なの？肉か魚か、あんな感じ。選ぶ式。でもペニャ。一応マレーっぽいよね。これがニョニャ料理のセットかな。ご飯が三角です。ミッキーだ、かわいい。こっちに2個買ってて、持って帰らないんだけど。でもこれは絶対持って帰りたくなっちゃうから、日本に。このお皿とかにしようかな。コラボしてるじゃん、かわいい。タッパー1200円ぐらい。なんでしょう、高級。でれがめっちゃかわいい。カラフル。
でこんな色がついてるのかは分かりません。事前情報はなし、事前に調べてこないです。実は一緒に来てた友達がちょっと風で聞かなくなっちゃったんだけど、なので自撮りなんですけど、めげない、私はめげない。だってこんなに綺麗で素敵な景色なんだもん。猿がおんね、怖い。荷物を盗むらしい。猿に襲われて、このカバン持ってかれそうになった。一番大事やのに、怖い。何か怖い。なぜか鐘が鳴ってる。警備はこんな感じ。コウモリもいるね。こういう自然の偉大さを感じるところがすごい好きやわ。鐘の音に猿が集まってきてる。また猿に狙われた。いいですね、なんか自然のものってすごい心が洗われるというか、なんか汚れてたものが全部落ちる。自分のパワーを引き出してくれる、パワーをもらうっていうより引き出してくれるっていう思いに思いますね。いや、自然に定期的に触れ合ってちょっと浄化しんといかんと思う。本当にすごい良かったです。ケーブルがじれーん、リアルインドの方、ムルデカ広場です。角の匂いがする。ホワイトコーヒー、ペタリー、ホワッピーっていうのが有名。あ、見たかもそれ。どっかで21ぐらいはするね。安いかも、22とかだった。ありました、ドライイースト。これでパンが作ってもらえます。持ってこんかった。風国には持って行ってた。なんか寝込んざ時とかも私もあるけど、みんな写真撮影をしております。建物綺麗。